クリストファー・ヘムズワースは、オーストラリアの俳優、映画プロデューサー。身長190センチメートル。オーストラリアのテレビ界最高峰である、ロギー賞で、人気新人俳優賞、モースト、ポピュラーニュータレントメールを受賞。人気俳優賞でも2年連続で、ノミネートされた。父親のクレイグは、社会福祉事業の仕事に就き、母親レオニーは、英語教師。 両親共にオーストラリア児童機財団に従事している。母方の祖父はオランダ人、祖母はアイルランド人。その他にイングランド系、スコットランド系、ドイツ系の血を引いている。メルボルンで生まれ育ち、後に家族と共にメルボルン南部のフィリップ島に引っ越す。三人兄弟の真ん中で兄はテレビドラマ。 ウエストワールドのアシュリー・スタッブス役のルーク・ヘムズワース。弟は、映画、ハンガー・ゲームのゲール放送音役などで知られるリアム・ヘムズワース。アメリカ合衆国の歌手マイリー・サイラスはもっと、義理の妹にあたる。アメリカ合衆国、ロサンゼルスを拠点に活動していたが、常に6人のパパラッチに家族が追い回される生活を、息苦しく感じ、2015年より、 母国オーストラリアの自然に囲まれた小さな港町バイロンベイに居住を構えている。アメリカ合衆国の俳優マット・デーモンとはハリウッドで俳優を始めた頃からの親友。自身は出演がないにもかかわらず、クリスが出演する映画のプレミアに家族同然出席するデーモン夫妻の姿やデーモン一家がオーストラリアのバイロンベイを頻繁に訪れ、 家族ぐるみで休暇を楽しむ姿が話題になっている。一時期デーモンがオーストラリアへ移住するとゴシップ記事が出たほどだが実際はクリスの隣の家をレンタルしていただけであり移住の計画はない。この友情によりデーモンのマイティ・ソー・バトル・ロイヤルへのカメオ出演が実現した。テレビドラマホームアウェイで共演した女優のイザベル・ルーカスと2005年から2008年まで 交際していた。2010年、同じマネージメント事務所に所属していた7歳年上の、スペインの女優エルサパタキーと結婚したことを発表。2012年5月11日、エルサパタキーとの間に、長女インディア・ローズが誕生。2014年3月20日には、双子の男児トリスタンとサーシャが誕生。2004年に、オーストラリアのテレビドラマ、ホームアウェイの、 ロビーハンター役のオーディションを受けて落選するも、同作品のキム・ハイド役に抜擢され、2007年まで出演する。2005年、オーストラリアのテレビ界最高峰である、ロギー賞で、人気新人俳優賞、モースト、ポピュラーニュータレントメールを受賞。人気俳優賞でも2年連続でノミネートされた。2009年、JJ エブラムス監督の映画、スター・トレックで、 主人公ジェームズ・ティ・カークの父親のジョージ・カークを演じ、ハリウッドデビュー。2011年に公開された、マーベルコミック原作の映画、マイティ・ソーで、主人公のソーを演じて、一躍世界的に知名度を上げた。また、2012年公開のアベンジャーズ、2013年公開のマイティ・ソーダークワールド、2017年公開の マイティ・ソー・バトル・ロイヤルなど、以後8年間で、マイティ・ソーシリーズ3作品と、アベンジャーズシリーズ4作品、合計7作品に、同役で出演した。屈強な雷神層を演じるにあたり、監督から、できるだけ体を大きくするようにという指示があり、ウエイトトレーニングで体重を10キログラム、増やし役作りに挑んだ。2013年2013年、ロン・ハワード監督の映画、 ラッシュ、プライドと友情では、往年の F1 レーサーで、プレイボーイとしても知られたジェームス・ハント役を演じた。レースカーに収まる体型にする必要があると、ハワード監督に言われ、そう演じる際に求められた 97.5kg の体重を 84kg に絞り、4ヶ月で 13.5kg の減量をした。オーストラリアのプロスポーツ AFL の2014年の、 キャンペーン、エブリシングズ・ポッシブルの顔に起用され、キャンペーンに関するクリスの出演料はオーストラリア、自動機材団に全額寄付された。また2017年にも、AFL のコマーシャル、アイド・ライク・ツー・シー・ザットに出演している。2014年、マーク・ラファロとクリス・ヘムズ・ワース2014年、ピープル氏が選ぶ、最もセクシーな男性に選ばれた。2015年、 スイスの高級時計ブランドタグ、ホイヤーのアンバサダーに就任。ロン・ハワード監督の映画、白芸との戦いに主演した。痩せ衰えていく主人公を演じるため、1日の摂取カロリーを500から700キロカロリーに抑えて、再び20キログラムの減量をした。寿司や味噌汁など、日本食がダイエットメニューだったという。 以前は SNS には乗り気ではない姿勢を示していたが、2015年3月にツイッター、2015年10月にインスタグラムのアカウントを開設。2020年5月の時点で、インスタグラムのフォロワー数は4100万人を超えている。2016年、オーストラリア政府観光局より、グローバル大使に任命された。映画、ゴーストバスターズでは、受付のケビンを演じた。 ほとんどがクリスによるアドリブ演技である。2017年、ドイツの紳士服ブランドヒューゴボスの男性用フレグランス、ボス・ボトルトの広告等に起用された。2018年2月、1986年の映画、クロコダイル・ダンディの続編予告に見せかけた、オーストラリアの観光 PR コマーシャルに、ヒュージャックマン、マーゴット・ロビー、 ラッセル・クロウ、弟のリアム・ヘムズ・ワースなどと共に出演。アメリカ最大のスポーツイベントであるスーパーボールの放映中に流され、CM は大きな反響を呼んだ。2018年8月10日、パラマウント・ピクチャーズとの間で行われていたジョージカーク役としてのスター・トレック・ケルビン・タイムラインシリーズ第4作への出演交渉が決裂。 2019年米経済誌フォーブスが発表した2018年ハリウッドで最も稼いだ俳優の4位にランクインする2019年アベンジャーズエンドゲームに創薬で出演7作品のマーベルとの出演契約を満了した映画メイン,インブラックインターナショナルでミ部ロンドン支部に所属するエージェント H 役を演じたここまで 活発に映画に出演してきたが、海外での撮影ロケで数ヶ月家からいなくなることを、娘のインディアが寂しがる年齢になったため、子供たちと過ごすための2019年内いっぱい約半年の休暇を取ることをインタビューで明かした。しかし、同年2月に撮影終了していた、ネットフリックス映画、タイラー・レイク命の奪還マイナスの再撮影が10月に行われることが決まり、 再び体を作り直して、ロケ地インドへ向かうこととなった。本作はネットフリックスで2020年4月24日に配信された。2019年6月20日、ハリウッドウォークオブフェームに名前が刻まれることが発表された。2019年7月21日のサンディエゴコミコンにて、タイカワイティティ、クリス・ヘムズワース、ナタリー・ポートマン。 テッサ・トンプソンが登壇し、マイティ、ソーシリーズの4作目のタイトルが、そう、ラブサンダーであること、公開予定日が2021年11月5日で、あることが公式発表された。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム3出演の噂も流れているが、6月の時点では出演交渉もなく、ガーディアンズ3作目がいつ撮影されるのかも知らないと、 クリスは答えている。米経済誌、フォーブス発表の2019年もともか聖度俳優の2位にランクインした。2019年11月22日から24日に開催される東京コミコン2019にゲストとして参加し来日することが発表された。クリスの参加が発表直後、ツイッター上ではクリヘムというワードが トレンド1位となり、アクセス型によりコミコン公式サイトのサーバーがダウンするなど大きな反響があった。計12回の撮影会と計6回のサイン会の前売りチケットは即完売となったが、本人の行為により購入できなかった多数のファンのために前売りが追加され、販売開始と同時に完売。さらには、開催中の23日に2度にわたり、 当日券が急遽追加販売され、窓口に長蛇の列ができた。その後、24日の前売り追加販売も急遽ツイッターで発表され、こちらも即完売の大盛況となった。伝説のプロレスラーであるハルク・ホーガンの電気映画がネットフリックスで制作予定。ジョーカーのトッド・フィリップスが監督を務め、ブラッドリー・クーパーなどが制作に携わる。 主役抜擢は、ハルク・ホーガン本人からの指名によるもので、ホーガンは2013年のインタビューでも、クリス・ヘムズワース主演での映画制作を希望すると発言していた。ありがとうございます。